はい、今日は捻挫のお話をしていこうと思います。当院にお越しいただいている患者さんが捻挫をしてですね、しばらく経ってもまだ痛いっていうことだったので、それについてのご自身でできること、今日はお伝えしていこうと思います。本当はやらなければいけないことってたくさんあったりするんですけれども、簡単にご自身でもできるようなことを今回はこの動画でお伝えしていこうと思います。もしあなたが捻挫とかなってですね、最初ぼっこり腫れてた時は、痛いけど、だんだん痛みが増し減ってきて、で腫れとか血の塊ですね、青黒くなってるのがなくなってきたのに、まだちょっと、違和感を感じる、痛みがあるっていう場合は、この体操とかをやっていただくと、より早く良くなっていきますので、ぜひこれをご覧いただければと思います。まず、捻挫について簡単に説明していくと、捻挫はですね、足首がガクってなっちゃって、だいたいこの外側のところが硬くなる場合が多いです。人体の損傷って言われる、人体がちょっと引っ張られて炎症が起きてしまうような状態が捻挫だと簡単に思ってください。なので、足首がですね、こうなっちゃうんですね。内側にひねられるような状態です。ちょっと私の足でやるとすると、足首がこう内側に、こうグキってなっちゃって、この外側のくるぶしのこの辺が痛くなりますよね。奥の場合は。そんな状態が続いていくと、足首はこの内側にひねられる状態が続くので、反対側のですね、ここの筋肉、すねのすぐ、横の筋肉が硬くなることがとても多いです。なので、まずここを柔らかくしてあげる必要があります。こっちが、足首がこう、内側にねじれてしまうせいで、ここが短くなってしまうんですね。こう、短くなってしまう。そのせいで、ここで硬さも起こってきて、結果として、痛みがまだ続いてきたり、っていうことにつながりますので、それを解消するための体操です。まずこちら。足をこうやって組んでもらって、すねの骨が、ここ硬いのがあります。これ内側のくるぶしがここ。内側のくるぶしがここにあるとすると、硬い骨がここにありますよね。硬い骨があると思いますので、この硬い骨の指4本分ぐらい。骨のすぐ、キワキワのところです。キワのところ。骨を押しても効果はないので、骨からですね、本当に指をこう滑らせてギリギリ何か触れるぐらいのところです。ここをグリグリ。グリグリしちゃうことです。指を置いて、親指でグリ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 、グリ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 。グリ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 です。これやると、こうねじれてしまっているものが、だんだんこういう状態に戻ってくれますので、ここで短くなっているのが、こう戻ってくれますので、こんな体操が結構効果的だったりします。柔らかくなってきて、こっちが柔らかくなってくれるおかげで、引っ張られていくのが減りますから、ここの痛みが減っていくっていうようなメカニズムになってますので、ぜひこれを試していただければと思います。捻挫の対処法とかは、こんな形が一番理想的じゃないかなと、思いますので、まずはこれを、やってみていただくこと。もしうちに来ていただければ、もっともっとできることはあったりしますが、簡単にお家でできることはこんな体操かなと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。本日の動画は以上です。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。